最初の自己持続する核の連鎖反応を起こしたヘンリー・ムーアの原子力。後ろにあるのはレゲンスタイン図書館である。夜勤研究所は第二次世界大戦期のマンハッタイ計画の一部をなすコードネームである。ノーベル賞受賞者でシカゴ大学の物理学教授であったアーサー・コンプトンを代表としていた。もともとは大学のフットボール球場スタックフィールドとして 建てられたシカゴパイル1号で最初の管理された核の連鎖反応を生み出した。1939年7月、原子核物理学者、ユージン・ウィグナーとレオ・シラードの要請で、アルベルト・アインシュタインは核分裂反応の軍事的可能性に触れ、ナチス・ドイツに先んじて原子爆弾をアメリカ合衆国が開発することを要請する手紙をフランクリン・ルーズベルト大統領に送った。 これに応えてルーズベルトは、研究を指揮する S-1 ウラン委員会を設立した。初期の頃は、資金が不足したが、1940年、コロンビア大学とカリフォルニア大学の科学者は、同位体のウラン235と、新たに発見された元素プルトニウムの兵器としての可能性を示した。日本が1941年12月7日に、真珠湾を攻撃すると、 原子爆弾の開発は喫緊の課題となった。コンプトンは、シカゴ大学の原子力研究の整理、そして1945年1月に最初の原子爆弾を製造することを求める意欲的な計画も提案した。提案は2つとも採択された。スタグフィールドでのメットラボの一員のオーマン・ヒルベリーと、レオ・シラード・コンプトンの新たな業務は、夜勤研究所の カバーネームを与えられた。研究所の任務は、プルトニウムに転換するウーランの連鎖反応用原子炉を製造し、ウランからプルトニウムを分離する方法を見つけば弾を設計することであった。研究所のほとんどの職員は、大学のエクハート会館にいて、シラードは後に、エクハート会館の事務所で、夕食後に灯る明かりの数を数えることで科学者の指揮をおおよそ。 グラフ化することができたと書いた。研究所に集められた著名な科学者に、コンプトニア・シラードの他に、別のノーベル賞受賞者、エンリコ・フェルミア後に受賞することになるウィグナーや、グレン・シーボーグがいた。1942年8月、シーボーグのチームは、サイクロトロンで照射されたウランから、初めて軽量可能なプルトニウムを科学的に分離した。フェルミは管理された、自己持続する、 原子核反応における臨界量に達することができるウーランとグラファイトの原子炉の設計や建造に向けて働いた。フェルミのチームは大学の放棄されたフットボール球場にシカゴパイル1号を建築した。1942年12月2日に完成した。ヘンリー・ムーアの彫刻を中心とするこの場所は最初の事故持続する原子力反応の場所として、 アメリカが衆国国定歴史建造物に指定されている。ひとたび原子爆弾の主要な要素が実証されれば、次は工業規模で研究所の発見を実施し、爆弾を製造、試験することが必要であった。さらなる作業がテネシー州、オークリジアワシントン州ハンフォード、ニューメキシコ州ロスアラモスで行われた。最高の科学者の多くがこの施設に向けて研究所を去った。 1943年 CP-1 は解体され、市の外側の森林保護区であるレッドゲートウッズに CP-2 として再建された。その立地ゆえに、この施設は第一次世界大戦で米軍が戦ったフランスのアルゴンヌ森林地帯にちなんでアルゴンヌというコードネームを付けられた。夜勤研究所は大学の校内と研究所の主要な施設となった。 アルゴンヌの両方で重要な原子力研究を続けた。1946年7月1日、ヤキン研究所はアルゴンヌ国立研究所になった。ありがとうございます。